練習で出す音は一つ1つの音が正しく取れなければ二つ三つの音は取れるわけありませんのでまず一つの音を正しく音痴が改善しましたらもちろん音数は増やしていきますまあ楽器の場合は正しい指使いをしていれば音は取れますけどあの歌の場合は自分が楽器なので正しい指使いっていうのはこれは自分の体の使い方ってことになりますからとにかくいつでも ポンと同じ音が出せるように。これはイメージさせることはとても大切です。こうやって手でやんなくてもいいんですけど、いつもその音がポンと出せたら、それに対して相対的な高さを取るのは、比較的一つが安定して出るようになったら、出せるようになってきます。えー、音痴の人っていうのは、自分の音が自信がなくて、どの音を出してるかわかんない。だけど、基準になる音が一つ決まるとですね、そうすると、あ、ドアここら辺だから、ここら辺かとかって、 イメージが湧きますのでそうすると自信が湧くくくので、で、え、う、ー、うままくいくようになります。ですから今回はですね出す音は一つで一番よく使われる波長調の度音名で言うと日本表記で言うと一点波英語表記で C4 ですねの音としますまあもちろん他の音オーケストラなんかでよく使うチューニングの1点、e、位の A4 の 440Hz ですね あの音でもいいんですけどあれは八丁チ,チで言うとラーですからドレミファソラ高いので音痴で悩んでる人は高い音よりもまずは出しやすい音から言った方がいいと思うので私は C4 の1点波の音の音をおすすめします出してみますねこの音発声においてあの無理のない高さの音であれば どの音でもいいんですけど私はこの音をおすすめします音の強さは強すぎず弱すぎずで自然に出せるメゾフォルテぐらいの音をおすすめします自然にあの普通ぐらいの音を出してごらんっていう表現でいいと思いますここでポイントなんですけど一つの音を正しく出るようになった時点でもうこれは音感がついたと言えますその後は音感トレーニングをして音数を増やしていく そしてリズムトレーニングをしていくとリズムが取れてまあ実際音数が増えていってあの高さの情報が覚えられるようになっていけばですねまあ跳あ躍とかってそういう音程は難しいので同齢とかっていうこういう近い音はいいですけど同僧とかのオクタブとかってこういうのはかなり練習しないとうまく取れませんから ですからもう一つ音が取れた時点で私はもう音痴はもう解消されたと思います音痴だった人が見違えるようにですね上手になるってことはもう十分に可能です聞いた音が分かるっていうのは絶対音感でよく言われますが今回ですね私の理想としたらポンと自分で出,す出したい音をイメージできる そそれれががポンと出せるる、ようううになるそういう訓練でできればですね、これはもう絶対音感がついたことになりますから、えー、聞いた音が出せるんじゃなくて自分で思って意識的に出せるとなるともうそこからイメージしてるわけだからその後の音は1オクターブ上の音が出せるようになってその次の音を出せるにしてっていうそういうふうにですね飛躍的にうまくなる可能性がありますプロの音楽家の方は 絶対音感を持っっていいる方は結構いらっしゃいます今回私が教える絶対音感とはちょっとまあレベルは違うってことはここだけはご承知ください音痴の人は自分の出してる音がよくわからない合ってる状態がどうなのかわかんないまた外れてるんだろうなと思っててもそのどう修正すればいいのかわかんないっていうことだと思うんですが一度ですね 音が正しくあのったっていうう状態があの認識でできててかったったた思えばその時点ではもう解消されますただその音をですね持続させないといけませんしあの再現性がないと一回あっただけだと困るんで何回も何回ももう,もうイメージが湧いてその音を出せるよってなればいいわけなんで正しい音の高さをですね持続させるいい方法があります。 それは吹奏楽でよく行われているですね、ロングトーンっていう方法です。吹奏楽では、一般的にはベーって言いますけど、B フラットの音、変ロの音なんですけど、一点変ロかな。まあ、一人一人出して、それをみんなで全体でもその音をぴったり合わせるようにする。この練習はとても有効なんです。綺麗な音、楽器を響かせて綺麗な音を出すっていうことと、 それから正しいピッチで音を出せる音楽はあの正しいピッチの連続性ですから一つの音がぴったり合わなかったらもうその合うわけないですよね綺麗な音を出して今度はスケールの練習をして正しいメロディーをやってそれでみんなで合わせるこれはとても大切なことですこれはプロでも毎日欠かさず練習するものです でこれはクラシック界だけではなくポピュラーの世界でも、えー、ジャズの世界でも行われています。私が大好きなあのサックス奏者のマイケル・ブレッカーさん、私大好きでですね、ニューヨークまで聴きに行ったことがあったんですけど、演奏の終わりにですね、ちょっと喋ることができてあの CD 買ってサインしてもらって、その時に私は吹奏楽を教えてるんだけど、何が子供たちに伝えるといいですかと。 綺麗な音でロンン、グトーンこれが一番いいであとはもうその音を増やしていってあとは音楽楽しんでっていうようなことをおっしゃってましたこれはですね他にもトランペット奏者の日野輝正さんとかトロンボーン奏者の向井重治さん私の友人でもあるサックス奏者のクリス・コウキさんとかもう皆さんですねあの出会った人たちあのそれ以外にもあの優秀な人たちいっぱいいますけど 皆さん声を揃えてロングトーンは大切その一つの音をきっちり出せなかったら他の音出せるわけないからとにかくロンングトーはは有効だってことこおっっしゃっています私自身も指導の中で合唱であったりとか吹奏楽においてもですねもう30年以上もうとにかくこれは大切だってことは身に染みてますのでこれはやっております。